天閣攻略の軍は脅威率いる食軍を撃破。そのまま西へ進み、生徒で芝生の軍と合流した。いよいよ義と食の因縁に決着をつける時が来た。義の武帝曹操と食の選手劉備、そして父芝居と諸葛亮、互いを公敵師と認め合い、歯をかけ地位を競った男たち。ならば自分は何だ、芝生は自問する。迷い傷つきながら、それでも前へと進んできた。時代を前へと進める、ただそれこそが己の天命か。願いや功を超え、芝生のうちに覚悟が生まれつつあった。今、定律の時代を終え、新たな時代へと進むために、芝生、大元気、荷重が生徒の地で決戦に臨む。芝市場ってんだ。ま、適当にやるわ。天下統一か。職は職でそれなりにやってる。それはたまに小競り合いはあるけど、まあそれがダメなんだな。悪いな元気、愚痴ばっかりの愚痴男で。本当ね。師匠、時間だ。ああ、長く続く乱世を終えるため、その禍根の一つたる職を打ち滅ぼす。心してかかれ、荷重。は。師匠殿、もうなすべきことは分かっているはず。でも忘れないで、私は約束を果たすから。ああ、ありがとな、元気。各愛様は気力だけで命をつないでいます。ああ、なんておいたわしい。諸は花崗園将軍の仇、そして花崗派殿を奪った国。ああ、ついにようやく諸を討つことが。ここまで生きながらえたのです。この命に変えても諸を討ち果たさねば。私は皆様に救われた身、義の天下のため尽力することこそ我が使命。身命を賭して職を打ち倒す覚悟です。悲しき乱の起こらぬ世を作るために。職の大将軍脅威は不屈の男、もはや職との戦は彼との戦とさえ言えます。こたびも周到な策を巡らせているはず。任務の遂行には十分な警戒が不可欠でしょう。職も無駄にしぶとく、しつこい。ま、点数稼ぎにはもってこいな相手です。せいぜい皆の期待に応えてみせますよ。職は先週劉備の遺徳で流れる国、今を生き明日を勝ち取ることなどできん。
現皇帝龍禅は内からも暗愚とそしられる男、奴までたどり着けば勝利も同然だろう。分かった、龍禅の身柄の確保を最優先しろ。師匠、これは決戦だ。お前の言葉で兵を鼓舞してやれ。ああ、長く続く帝律の世に楔を打ち込む。蜀を打ち、呉を下し、我ら魏の天下をつける。そのために今日ここで蜀の明日を断つ。皆、己の全てをかけて奮戦せよ。二手に分かれて成都城を目指すぞ。俺と元気は西からだ。果樹は東から進軍しろ。
ける。いざ。受け取ってくれよな。あなたたちには渡したくない。これを。
できそうにない。
つもその調子でいる。先ほどの借りを返してやる。騎兵部隊、受け取ってくれよ、ね、攻撃を仕掛けよう。おい、我が自由で葬ってくれるわ。つけたかったけどな。液晶撃ち取ったぜ。降ろしてほしい。あなたたちもだ。戦うのは終わりにしよう。
私は疲れた。今日ここに諸君の降伏を宣言しよう。師匠、よく決断してくれた。降伏を受け入れる。食帝は丁重にお連れしろ。ありがとう。みんな、よくやってくれた。この戦、義の勝利だ。食帝龍禅は芝将ら義軍の前に降伏。ここに蜀は滅亡した。龍禅は義により安楽公に奉ぜられ、安穏とした余生を与えられる。一方芝将は蜀正統の功により秦王の位を授かった。こうして帝律の時代は終わり、残る敵は呉だけとなる。呉では第三代呉帝孫休が逝去、孫弘がその後を継ぐ。しかし魏との国力の差はもはや圧倒的なものとなっていた。相伴天下は一つとなる。それは葬儀のもとにか、あるいは秦王となった芝将はやがて来る時代を思い描く。父が願い、兄が目指し、そして自分が進んできた道、乱世の先、才ある者が滑る天下へと芝将は歩き続ける。やりましたね、芝将殿。残る5を打てば天下はいよいよ葬儀のもとに収まるでしょう。葬儀ね。なあお前たち。いや、なんでもない。兄上、あなたが見ていたもの、俺にも見えてきたよ。